皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です、えー、本日はですね2018年1月27日土曜日のですね、えー、夜の11時47分です、えー、昨日の夜ですね金曜日の夜、えー、コインチェックが記者会見開きましたね1時間半ぐらいね まあやっぱり、あの、情報は本当だったということでね、私がまあ4時ぐらいに、4時過ぎですね、夕方4時過ぎに、えー、YouTube 動画で速報を出しましたよね。で、嘘だ,嘘だったらよかっ、いいなってずっと思ってたんですよ。で、自分も、まあ、速報を出しちゃったけど、大丈夫かなと思って、あの、嘘かもしれないと思ってね、まあまりにもネットでも誰も叫んでないし、ニュース、テレビニュースでも誰も言ってないし、 あまりにも静かなので、嘘だろ、これ、<laughs> ガサれたかと思って、まあ、動画ね、削除しようか、ずっと悩んでましたが、だんだんとなんかツイッターとかで、いや、本当かもしんねえって話になって、で、結局、まあ夜、夜6時か7時ぐらいになって、大騒ぎになってきて、で、夜11時半にね、私はニコニコ生放送で、えー、記者会見見てましたけど、やっぱり本当だったんだなと思いました。それでですね、 今後、このコインチェックがどうなるかっていうものを、このホワイトボードにですね、えー、ちょっと書いてみました。でですね、まあ、一部、未確認情報なんですけど、未確認情報によると、まあ、今回、ネムは約600億円流出したってのはもう分かってますよね。で、その他リスクが約300億円流出してるんじゃないかって話になってますね。あと、その他の通貨も約100億円ぐらい流出してて、 1,000、えー、億円がもうなくは大きいよね、1,000億はね。まあ最低でもまあ600億円というのはもう、ムのね、眠が600億円流出してるというのはもう分かっていて、あのコインチェックは認めて、社長が認めて謝罪しているので、まあ、この600億円について話していこうと思うんだけれども、まずね、てあの手順としては1から5番があるんですよ。で1番は何,何かというと あのね裁判所へ財産保全申し立てを行うと思います、月曜日の朝一番で、朝一番9時にね、あの東京地方裁判所に行ってね、あの弁護士に女弁、女の弁護士がいたでしょう、あの人が、えー、また8時,8時ぐらいから、東京地方裁判所、霞が関の東京地方裁判所のね、真、まま、ん前に陣取ってねで、裁判所にね、駆け込むと思います。それででね財産保全申立てを行いますで まあコインチェックってさ、80人ぐらいの従業員のベンチャー企業でと、財産なんか持ってないですよ。土地もないし、建物もないでしょ。自社ビルないし、持ってるのは現金預金だけでしょ。で給料あの従業員の給料支払いに使ってるだけだから、まあ、ほとんど財産なんかないんですよ。手数料商売ですからね。で、600億円なんか払えないですよね。払えないです。600億円ってね、 僕が三菱電機勤めてましたけど600億円なななんんててていうね現金,預金なんて持ってないんですよだからどっか工場売って土地売ってっつったってさ1個売ったところで600億円なんかならないからなんか事業を売却するしかないですよ。その霧根とかね三菱電機のエアコン切り紙の事業を日立に売るとかさあの松下電器産業に売るとかねなんかあとはエレベーター事業部を売るとかさ。 そんぐらいしないとこの600億円の現金は手に入らないですよ、なかなかね。えー、まあ、それでじゃあ、銀行貸してくれるかって言ったら、貸さないでしょ。うん、あとさ、なんか、脳天気なこと言ってる人いるんですけど、GMO コインが買,買収するんじゃないかとかね、コインチェックを、あとは DMM が買収するんじゃないかとか、言ってる方がいらっしゃるんですけど、買わないよね、これ。だって、こんな負債がある会社、買うわけないじゃんだって。 潰れちゃえばいいと思ってるもんねあの業界第2位だからさ第2位がいなくなればさその敵がいなくなるわけだからほっとけば自分のところ流れてくるからお客さんがねだから CM バンバンこれから打てばいいやと思ってるだけで600億円の負債なんか背負ってもしょうがないでしょ600億円の負債背負って顧客名簿もらってねあんでその顧客名簿を自分のところに取り込めばいいやなんて思わないもん絶対に。 もうブランド力ないしさ、もうこコインチェックなんか使わねえよって思ってるだけだから、だからテレビ CM 打てば、そのコインチェックの顧客がね、流出、まあ流出してもコインチェック誰も使わないから、会社成り立たないわけですよ。もう今,今後ね、今後成り立たない。だからもう危ないなと思ってます。ただ、あのー、まあ、マウント・ゴックスも破産しました、破産宣告、破産申請しましたけど、 海外の,、ね、あの仮想通貨取引所では、まあ、75億円ぐらいです、ね、流出事件があって、えー、あのトークンをね仮想通取引所専用のトークンを発行してね債券、えー、トークンを発行してでそれで資金を調達して、えー、全部完済したと今回だったらネームの代わりに、ね、コインチェックトークン。 とかさコインチェックコインっていうのを発行して債券トークンだよね。でそれで資金,、えー、資金調達してねム、えー、のね債権、えー、者600億円を補填するっていうやり方はある確かに。ただねそれはね信用あってのものだよね。あとは金額もだってさ海外は75億円だったから大体10分の1でしょ。それだったらさすぐ集まるかなと思うけど。でしかもほら取引所でさトークン発行してんの例えば財布トークンとかあるじゃない。 ああとはバイイナンンスだだっったら同時コインだっけあるよ、ね、でそのコインとか、ね、コインをその取引所専用のコインを持,ってるても持ち続けてると、えー、取引手数料が半額になるってやつでねあそれ持ってて,も持っててもいいなという人が多いからじゃあコインチェックトークンって発行するかというと今回何が悪いかって言ったらさセキュリティがずさんだったわけだよね。 で会社の経営自体に不信感があるからコインチェックトークン買う人いないでしょだっていないから僕的にはねまあ丸一番裁判所へ財産保全申し立てを行い受理されますよ月曜日に速攻で申し立てと同時に受理されますそれであの債権者ってこの600億円のさ債権者ってさ僕たちみたいにまあ5万10万しかね預けてなくて。 まあいいやなくなっちゃってもいいやって思ってる人だけじゃないからねもうあっち系のさあっち系の人とかさまあ企業年金をねぶち込ん5億10億ぶち込んでさで真っ青になってるさ年金担当者の人とかもいるからだからこんなのねこんな5億10億なくなったらあの会社に俺もいられねえだろどうすんだこの野郎っつってねいろんなねあっち系の人がね、うん、あの債権取り立てに来るんだよねもうすごい修羅場になるわけですよ。 だん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 ってやってる、ふざけんなものやろつってって、いろんなもの持ってっちゃうわけですよ、事務所のね。なので、営業になれないので、裁判所のですね財産差し押さえ命令が出て、一切の紙一枚にして持っていったらあの処罰されるっていう <laughs> あの命令が出ます、絶対に。で、はい、これ、修羅場ですよ、月曜日は。で、2番、え次にね、2番と3番があるね、2番は再建型の手続きで、民事再生法。 これは中小企業に適用されるんですけどそれか会社構成法大企業に適用されますで3番はちょっと特別調停ですけど債権型の手続きっていうのは行われないと思います債権型っていうのは誰かが支援しないといけないので、まあ、GMO とか、えー、DMM とかソフトバンクとかね SBI とかどこでもいいんだけど銀行でもいいんだけど支援しなくちゃ支援する見込みが最初にないと債権型の手続きって裁判所認めないんですよ多分無理だよこれ。 600億円の負債誰も負いたくないからそうすると3番の生産型の手続きしかないんですよで私はこのね生産型の手続きは破産法と破産法による破産と特別生産会社法による特別生産のどっちかなんですけどまあ私は破産法の適用でねを使って債権者全員に公平に配当し生産する手続きに入ると思いますこれしかないんですよね かわいいそうでですすけどねねあのななこと言ってられないですよ、ねまあ、彼らも一茶ばしか生き,生き残るために必死ですからね。えー、それでねあと残るのが4番と5番で刑事裁判と民事裁判ですね。で刑事裁判ではね、えー、このね <laughs> 資金改正資金決済法ってあるでしょう。まあ、あの私も皆さんとの動画でね皆さんにお示しした動画でですね、えー まあ、コインチェックがね、あの金融庁登録されてないのはなぜかっていうのを、まあ、直接ね、金融庁に電話で、えー、聞いたりですねあの、えー、金融庁のホームページをね、一緒に見ていったりしましたけれども、<coughs> 結局法律があるんですよね、改正資金決済法っていうのがあって、まあ、ガイドラインにはもっと詳しく出てるので、今後ね、ガイドラインが、えー、何ページあるんだ58ページあるので、これ58ページはね、細かく読んでいこうと思うんですよね、一緒にね。 めんどくさいでですかねでそれで、この改正資金決済法のね刑事罰っていうのがあって、それは第107条から第118条になってるんですよ。もちろんセキュリティ対策もしておかなくちゃいけないっていうのがあって、ですね、まあ、それを今回、怠ってたっていう可能性が高いんですね。で、これは会社の代表者、まあ、社長がですね最高懲役3年と最高の罰金が300万円なんですよ。うんで 社長は多分初犯ですよねあと今まで刑,刑事罰であの前科一般じゃないでしょうだから多分ね最高懲役3年だけど多分1年か2年になると思いますね懲役であの3年未満は,未はあの執行猶予がつくんですよね絶対にねあの堀エモ門は懲役 2, 2年だったけどなんで執行猶予がつかなかったかというと裁判 裁判で、もう態度が悪かったから、裁判官に対してね。だから、シックフつかなくて、実験になっちゃったんだけど、まあ、今回は多分大丈夫ですね。だから、で <laughs> 罰金はね、多分100万ぐらいしあの、懲役は1年か1年半ぐらい、で罰金は100万円ぐらいだと思いますね。でね、民事 <laughs> 裁判なんですけど、これはね、集団訴訟、全国集団訴訟が、えー、結成されると思いますね。 で結構時間かかるんですけれどもこの今ねあのコインチェックの中に会社の中にある財産が保全されるお金があるでしょうで他のさ他のアルトコインのお金がそれをまあ眠以外のね人っていうのはまああの別に資金流出してない可能性が高いでしょうじゃあ眠以外の人は月曜日になったら素直に降ろせるのかとか、まあ、円に換金し,してあの えー、出勤できるのかっていうとねちょっと分からないそこは、うん、この,あの財産保全申し立てが行われちゃうと全部全部口座も凍結されちゃうって裁判所管理、まあ、裁判所が指定した弁護士管理になっちゃうので分かんないです、うん、僕が思うには多分帰ってこないと思います帰ってこないと思うで眠ム以外のあのアルトコインのお金を全部 合算して債権 <laughs> 者、まあ、いわゆるネームの被害者とか、まあ、他の、ね、被害を受けてない人も含めて、えー、減額されて全員減額されて一律にあの資金が返還されると思うんですよ。でこれね時間かかる半年とか1年ぐらいかかっちゃう。でいやその金額おかしいだろうって話になって民事訴訟があってこれ1年か2年かかっちゃうんですよ。であのねこれね集団訴訟に参加するためにも 弁護士が人人か10人ぐらいいるでしょうそうするとね弁護士費用を払わなくちゃいけないからやっぱりねすすごい金かかるんですよねなので5億10億預けてた人はまあこの集団訴訟に参加しないと帰ってこないからお金ね参加するんだけど、まあ、5万か10万ぐらいだったらまあもう参加しないでね帰ってこないというふうな決断をして早くねまあ違うところ違う取引所で まあ、負けたここコインチェックで、ね、あの失ったお金を、まあ、取り戻すために、えー、頑張るっていうふうにねあの前向き前向きでやんないとだめだと思いますねただ <laughs>、まあ、最低600億円の被害がある,あるので、まあ、1000万2000万入れ,てた入れてた人っていうのは多いと思いますねで送り人になった人も結局1億2億っていうのをコインチェックに全部突っ込んでた人もいると思うんだよね そういう人も送り人が本当に半分とかね3分の1になっちゃうって帰ってくるっていう人もいるかもしれないけどねちょっとそれは分かりませんうんこんな感じですかねちょっとねビデオがまた切れると嫌なので早くねまた終わりにしたいんですけどあのまあ今までのねマウント・ゴックスとかまあ韓国でもいや先月でしょだって12月でしょ 12月だよねあの、大量流出があって破産したけど倒産しましたよね、韓国の取引所がね、同じだもんね、あれ、会社構成法とか民事再生法なんかやってないでしょ、速攻で潰すでしょ、潰さないと、だってさ、誰が民事再生とか会社,、まあ、会社構成法だよね、大企業だからね、会社構成法でえあの支援会社が出てこないといけないんですよ。 どこか出てくるかってやっぱり600億円の負債っていうの誰も被りたくないよね。で、一旦まあ破産して、破産した時に財産全部売るんですよ、いろんな人にね。あのコインチェックが持ってる財産をパソコンとかサーバーとか、あ鉛筆とかね、何でもかんでも。で顧客名簿あるじゃないですか。その、今、口座、口座開いてる。で、それを GMO とかが、まあ、5000万とか1億で買うぐらい。うん。この 600, 600億円は、 誰も,誰も買わないよ、ね、この,この今コインチェックの会社買うとさ600億円のさ負債が漏れなくついてるからこれだって皆さんも買わないでしょまあこれひどい話だけどきついよねだからね本当にね僕もですね今まであの、まあ、コインチェックのねあのアフィリエイトをリンクを貼ってですね ま、コインチェック講座解説くれたしてくれた人にはね。大変申し訳なく思っております。まさかね、こんな事態が起こるとは思いませんでした。怪しいとは確か思,思ってた節もあるよ。少しね。ただ金融庁電話してたり。まあ、あとコインチェックのね。あの金融庁未登録問題で少し金融庁のホームページを読んだりして動画作りましたけど、まさかこんな大きなね。 被害が、しかも、こんな早い段階で出るとは思いませんでした。申し訳ないと思っております。<laughs> ということでですね、<laughs> コインチェックの今後についての、えー、動画をね、今回ホワイトボードで説明させていただきました。でですね、えー、今回ね、あの、コイン、あのね、コインチェックの今回の事件っていうのはね、ビットフライヤーでもね、財布でもね、どこでも起きると思ったね。で、なぜかというと、銀行、あのね、 仮想,仮想通貨ってね本当はリアル通貨なんだよねほんで円とかさドルとかのリアルの本物の通貨っていうのは電子化すると仮想になるんですよで <laughs> 仮想通貨って元々のは電子データでしょであれはブロックチェーンっていうのがあるから本物のお金として扱わないといけないんですよねだからね現実問題管理の仕方は がなないいかもしれないねセキュリティ対策をしながら管理できる対策はそれでその説明はこの次の動画できちんと説明します。何で銀行があのサイバーアタック、ね、サイバー攻撃を受けてもお金持っていかれないか、ね、っていう話をします。それで何でじゃコインチェックがねとかマウントボックスが簡単にねあのサイバー攻撃を受けてもお金も持っていかれちゃったのか。銀銀行行ととかか地方銀行とかさ あの新宅地方銀行なんのヘナチョコ銀行とかなんてさセキュリティなんかほとんどやってないのにお金持ってかれないでしょあれなぜなぜなのかっていうのも説明しますちゃんとね僕あのセキュリティの専門家なんでねではね今回はえこれで終わりにさせていただきたいと思いますどうもありがとうございましたあ失礼いたしますそれでね全国からねたくさん電話かかってきてます僕にもあの中野さんのあの えー、緊急速報、緊急速報っていう動画を一個前に出してましたよね。あの、金曜日の4時にね、夕方のね。あれを見て、すぐにコインチェックからお金を引き出しました、売ってね、円として引き出しました、あの出勤しました、助かりましたっていうね、あの、感謝の電話とかメールもいっぱい来てるし、間に合いませんでした、今回諦めますっていう電話とかメールもいっぱい来てます。それで <laughs> まあ本当に大変なことになっちゃったなというふうに思っていますで。続報をね、コインチェック、じゃあ今後ね、セキュリティ対策どうしていけばいいのかについて、銀行の,リア銀行のセキュリティ対策の仕方と、仕方をあの基準に、えー、置きながら仮想通貨のセキュリティ対策について考えていきたいと思います。では、これで今回は終わります。どうもありがとうございました。失礼いたします。